さてさてさて、謝りますか。ロケット。潜入中は一言も喋れねえから、ハンドサインを。なあ、おい、二人とも。こんにちは。どうした？どうした？なんか、お。なんもねえ。なんもなくなでしょう。なんもなくなくなくわけないでしょ。季節的に。わかってるぞ。嘘ついてるだろう。ねえ。お前ら何企んでる？なんだろうとお前には関係ねえ。関係ねえ。ただちょっと話せないか。謝ろう。もうごめんって。話したって意味ねえ。どうせ口先だけだろう。いろいろなんとか。話したって意味ないって言われるの本当やだよね。セクナフの時もそう言ったよな。もうほっといてくれ。うわ。あ、ロケット。ロケット。え、あんなに。あんなに信頼してくれてたのが。頼むよ、二人ともさ。こんにちは。なんでよ。開けてくれるまで。話し合おう。俺らに構うな。やってやるから。ブルート、説得してくれ。口も聞きたくねえってさ。ロケット。グルート。なあ。しつけ。ロケット。うん。グルート。やばい。これループ入っちゃったわ。なあ。これダメだ。ロケット。意味ないわ。グルート。ああ、しょうがない。じゃあもう。そうね。行くしかないね。進みましょう。ノーウェア。え、ノーウェアちょっと楽しみなんだけど。あ、二人だ。悲しい。チームグリーンは信頼してくれるね。あー、チャプターの何タイトルが決裂だったっけ。ノーウェア来た。ノーウェア来た。最高のブラックマーケットがある場所。あと絶品ヌードルもある。絶品ヌードル食べてみたいな。おい見ろ、セレスティアルのトームが宇宙を漂ってる。穴掘って住もうぜなんて。脳の組織目当てでしょ。ものすごく貴重だから。で商人が来た。あとヌードルも。あとヌードルも。ガモーラヌードルが好きなん。私もヌードル好き。できるのか、ビータークイル。そりゃ警備主任だしな。コスモに会えるんだ。だからこそノバとも深い仲のはずだ。コスモって、あ、でもそっか。絶対にザロックの件を知りたがる。ノバ、あいつら何してんの。あいつら。だろう。あら、あらららら。あら、まさかの。うっそ。ロケットとグルートは本当に出てったのか。あ、もう出てったんだ。どこ行ったか分かった。ロケットがいないことにはな。最後に話したのはあんたでしょ。ネズミに頼らずに作業。ロケットはカンカンだった。見てみたい気持ちが無益だ。これロケットにできない。ロケットの工具をいじっちゃダメだよ。マジか。こっから強い戦闘がなるかもしれないのに。戻らんのだろうか。戻ってくるよ。そういう年頃っていうだけ。子供の時だ。子供時代なんてなかった。やば、なんかパパとママみたいだね。まずはコスモに会って、それから気晴らしでもしよう。あ、じゃあパパとお姉さん、お姉ちゃんみたいな感じか。ガモーラはママって感じじゃないか。ドラッグスはね、子供いたもんね。いやー、楽しみだ。ノーエア。私を信じると思う。前も言ったけど長い付き合いだ。それにも耳にしてるかもだし、噂の裏付けになりゃ。やっほー、なんかアイテムない。ほほほほ、広い。ノーウェアに来るときはいつも仕事がらみ。たまには何をしたい。具体的に何がしたい。のんびりしていいよ。ギャンブル、裂け目に飛び込む、何でもいい。
とにかく楽しければ。ロケットとグルートはどうする？どうするって？勝手に出てったんだ。そうな。追いかけてって戻ってくれとでも頼むのか？あららら。謝ることもできるか。謝ってどうにかなるかな。心からの謝罪でなくてもいい。まあもしまた会いたら。そうな。謝らないのは良くないよね。ただその時はちょっと今回その喧嘩の原因っていうのがなんだろうね。別にピーターも悪くはないよね。ノバトラッカーを外すプラン B を考えないと。どうなんだ。でも向こうの方では罰金を払わないっていうのは、まあ、ロケットとピーターの中ではそういう常識だったのが、ピーターがなんかいきなり払い出すって言ったから、お前なんなんだよ、変わっちまったなっていう、そういうことなのかな。でもね、払うしかないじゃんね。生きづらくなっちゃうもんね、今後ね。ノバ警察とかに目つけられまくってたら。いや、出会ったのはここだ。まだラベジャーズにいた頃。ラベジャーズ。ラベジャーズは戦争中にいいこともしたよ。未来を見据えましょう。野良犬も行儀よくする。悪いことをしてたのは過去の話だ。今は正義の味方だろ。そうだよ。私たちは雇われヒーロー。誰も雇ってくれないけど。もしかしたら、うん、コスモから仕事を頼まれるかもしれない。むしろ逆転のチャンスかも。荷物から目を離すなよ。この辺の奴らはちょっと行動派だから。うわすごいすごいいっぱいいる。未来が見えるって口だけの。映画警備員さんかな。おお、なんか商人がどうのこうのって言ってたから、お買い物できんのかな。占い師だ。助けてやらないと。そいつは誤解だ。何？絶好調だから。ちょっとよくわかんない。うわ、これは？うちは霊長類お断りなんだ。進化してからまた来な。あ、霊長類差別だ。よろしくないよ。これは？え？心配事なら間に合ってるよ。占いが多いのかね。なんかほら、戦争中はこういう場所がそこら中にあった。必死に答えを求める宝くじ。必死にユニットを求める人がいて、二番の収益化だな。家族がほら、あの船が壊れ、ラマのせいで壊れちゃったって言って、パーツがねえと、あ、マンティスだ。パーツがないと直せないとか言ってた。ここで買ったりとかするのかな。まだ自殺したいって思う？え、まさか。マンティスだ。言ってたのに。あ、サンロードだっけ？ロックスター？スターロードだ。どのバージョンにあったかすぐ忘れちゃう。例のちゃんとやった？例のとは一体何だ。わからない。わかんないね。初めましてかな。あ、ダメ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 、そんなの、あ、かわいそうに。何？違う、嘘。うん、あ、もうコタティが根を張る場所で破られた故郷の約束が蘇る。忘れないで。どういうこと？マンティス、大丈夫？あ、あれ、ガモーラ。今日は落ち込んでなさそう。ありがとう。気にすんな。みんな最初は戸惑うんだ。セレスティアルマドンナ。ああ、来た。いや。何何？このような場所。来てはいけません。私は今ここにいるべきなんだよ。多分。うん、うん、合ってる。ここでいい。もう遅い？うん、今でいい。あれ？ちょっと電波系だね。です。こんな話が通じない子なの？こんな影が迫っています。むしろそうじゃない時ってある？
わかったよ。またそんな顔して。会えて嬉しかった。またね。ガモーラ。なんてさ、これ仲間になるのかな。緑の人。それじゃ。ところでガモーラ、マンティスと仲良さそうだったな。ちょっとね。そうか。ちょっとね。それだけか。女。女って言った。そんな優しい言い方初めて。あえては聞かないけど。女で優しい言い方なんだ。マンティスとは追ってから逃げてた時に出会った。あの時私はボロボロで、あの子がいなかったら多分死んでた。あ、そうなんだ。そう。へえ。それで終わり。終わりとはとても思え。分かってるさ。今はそうとしておこう。そうよ。触れちゃいけないことってあるんだよ。どうした？先に行け。どうして？お前には関係ない。構わない。あら、そういうお年頃？ドラッグス。気をつけろ、スタアロード。お前ことな、このザキ野郎。なんだあいつ。あれ？ああ。一人になっちゃった。みんなはぐれちゃったね。ああ、一人で行けってか。これって、あー、動かした。こっちはいける？あ、いける。なんかガモーラ後ろでさ、こっちの方行ってなかった？お酒かギャンブラーかって最初にも言ってたから、お酒飲んでそうだなと思ったんだが。何？何か喉に引っかかってる。酒で洗い流してみるか。おお、酒飲もうぜ。ああ、そういや喉が渇いたな。何がうまい？どれもうまいさ。じゃあそれを。何かニュースは？ゴシップとかさ。お、セクナーフナインの話はもう聞いたか。モンスタークイーンの要塞に押し入ったやつがいる。宝を盗んでいったらしい。わしやないかい。そいつらを捕まえるのに、わ、相当な懸賞金をかけたらしいぞ。危ないね。じゃあここにいんのも。ありがとう、教えてくれてありがとう。まだ顔は出回ってないのかな。なんだ、あ、なんかコンパクトか。やばいんじゃない、懸賞金かけられたどのコーンって。知らない知らない。お前は？空のグラスに嘘がたくさん沈んでいても真実めいたものが見つかることもある。おお、すごい、いろんな人に話しかけられる。でガモーラは？ドラッグスもいないし。これ何？秘密を知りたい？私はただの幻。幽霊なの。本当はここにいない。あら、そうなの。マジか。本物にしか見えない。からかわれて。これは？お。なんか遊べる？おお、スロットか。当てられたらこいつはでかいよな。ちょっとやってみる。スロットで遊ぼうぜ。一ゲームだけ。当たれ当たれ。まあ500ユニットだからね、安いもんだよね。え？あれ？致命的なエラー。本当にこういう仕様じゃなくってやられた。スタッフさん、スタッフさん、ダメだ。なんか宝くじがどうのこうのって。宝くじ、宝くじ、宝くじ、宝くじ買いたいな。宝くじの方が確率的に当たるんじゃない？ん？ここなんだ？
やばい、いろんなとこ行きたくなっちゃう。ちょっと待って、順番に行こう。順番にね。これはなんだ？やあ、キャプテン、ミッドウェイを読み明けたなら運試しはいかがです？もしくは腕試し。何？ボールを当てれば賞金ゲット。でもこれ絶対勝てないようになってるんだろう、どうせ。あら、キャプテン、ちちちち、我々をそこらのチンピアと一緒にしてもらっちゃ困ります。本当かお前。もうイカ様もありません。インチキじゃないんだな。ではこうしましょう。試しにリスクの低い賭けをしてインチキじゃないことを確かめる。いかがですか？それならいいだろう。よし、でもズルはなしだぞ。ズルなんて、よし、正直が私のモットーです。ではボールをこのか、はい、真ん中にあったね。目を離さないで。よし、真ん中でしょ。真ん中。あやいっすよ。これはびっくり、驚き、ものなき。いくら？おめでとうございます。お見事。さすがはキャプテン、鋭い目をお持ちだ。賞金を。おお、プラス1000。私のゲームは 100% 仕込みなし。運が全てということは。なるほど。あるということみたいだな。さすがはキャプテン、もう1ゲームどうです？賭け金を上げて。どうしよう、これ騙されるかな。なんか怪しいなこいつ。どうしよう。でもちょ、一回断ろう。一回断る。一回断って、もう一回話しかけて遊べるなら遊んでみよう。ああ、やめとくよ。運が向いてない気がする。よし。実はうちの仲間が。残念です、キャプテン。お力にはなれませんが、気晴らしが必要な時はいつでもお越しを。お、いやー、これでもう一回話しかけられるけど。どうしよう。どうしよう。行くか。よし、遊ぶか。うわまあいいや。やらないよりやって騙された方がね、結末分かっていいじゃん。真ん中ね。はい。いや、簡単すぎて怖いの。真ん中でしょ。入ってるか。うわふざけんな。錯覚です。脳は万能ではありませんから。いや、うまいなこいつ。不満があるようで、でも負けら負け。それではごきげんよう。うわ、どっか行くなこれ。うわ、うぜえ。ごきげんようじゃねえんだよ。おい、こら、やばい。やっぱさ、うまい、うまいかったもんね、話がさ。最初あんだけやって1000ユニット設けられて。はあ、合計いくら持ってかれた？ちょっとわかんない。1万が8000になってたから2000ユニットぐらい。はあ、やりおる。これは、これが宝くじか。お客さん、宝くじはいかがですか？欲しいです。いや、500万ユニットじゃなくてもいいよ。1万ユニットでも10万ユニットでも。みんなにボーナスも出せる。どうです、一括千金狙っちゃいますか？当選発表は、当選を確認する際はぜひノーウェアへお戻りください。確認が済みましたら単額の確認。欲しいな。確認手数料ってのちょっと怪しくね。買おう。怖いな。それじゃまたそのうちね。ノバに払う罰金っていくらだっけ？もう7987ユニットしかないんだけど。何の匂いだ？なんだ？これか？網の上には。どうも。ちょっとあんた、ほとんど骨と皮じゃないか。市場で新規臭い顔なんかしない。熱々の飯を食えば気分が良くなるよ。それで腹は減ってんのかい？食べてみようかな。実はペコペコ。ああ、何がある？チョガドッグにヌードルだろ。ヌードル。ヌードル。ヌードルって、待って。ヌードルってラーメンじゃないの？ヌードル食べてみよう。ヌードルにする。
何事も挑戦だ。テラ人にはスパイシーかもしれないけど。余裕だよ。まあ、食うのはあんただ。はいよ。どうですか？ガモーラ、噛まれた。満足してもらえて何より。ありがとうね。食べれんの？チョガドックズ、いいです、ありがとう。気前がいいね。このサーモンみたいなの気になるんだけど。あれ、あ、ドラッグスいない？ドラッグスよりちょっとこの建物どうやって入るんだろう。まあいいや、話しかけよう。やっほ、何してんの？